こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサです。さて、連続 G1 の谷間の週。G1 のない久しぶりの週のマイラーズカップ、フローラステークスの両 G2 の予想をやっていくわよ。おお。なんか対照的な東西 G2 ね。オークストライアルのフローラステークスは格付けは G2 だけど、そこから出世した馬はウィン・マリリン、モズカッチャンと近年いるけど、探す方が難しいし。まあねー。バブル前までなんだけど、サツキ賞から有力馬が軒並みダービートライアル NHK 杯に出走する。みたいな時代があって、その流れが牝馬にもあって4歳牝馬特別東時代は桜花賞から府中を体験させようと有力馬の出走がかなりあったし、おお。そう考えると NHK 杯が NHK マイルカップに開催変更したのは結果的に時代に沿っていたのかもね。今年のメンバーはダービー、オークス並みのメンツだし。そうね。フローラステークスの現状を見るとね、それに比べると西のマイラーズカップは距離が昔より短いところが主役になった現代競馬の趨勢にバチコリ合致した油の乗ったレースと言えるわね。昔から関西の重賞競争として一定の地位を確立していたけど、今もそのメンバー豪華さが色褪せない重賞ね。こうしてみると、同じ G2 でも色々な文脈があるわけね。まあ、フローラステークスとかフラワーカップの場合はこの時期のクラシック路線進行のためにレベルが下がるのに目をつぶって重賞を用意している面もあるからね。おお、で、予想に入る前に競馬ゆっくりは競馬の予想動画や事件などを取り扱った動画を作成していますので気になった方はチャンネル登録をお願いします。マジで最近は大量作成の反応集、天才動画で皆さんに動画が届きにくくなっているので、ぜひよろしくお願いします。ってことで、まずは高メンバーの関西のマイラーズカップからやっていくけど、確かに高メンバーなんだけど、メンバーのレベルの上下はかなり広いわね。そうね。上は G1 馬のセリフォス。G1 を狙えるソウルラッシュが抜けていて、重賞馬はいるけど、メインストリームじゃない重賞馬が多いし、予想するにも上位2頭は外せない感じね。ただそれじゃ面白くないからな。しかもセリフォス、ソウルラッシュどっちも不安要素があるんだよね。はあ、どういうことなの？その前に京都マイルの馬場状態やコース形態を考えていこうと思うんだけど、開幕週の馬場で春の陽気をたっぷり吸い込んだスピードの出やすい馬場で内も外も変わらずスピードが出やすい馬場ね。いったいったの競馬になりやすいってこと？そうでもないと思うわね。まずスタートしてから3コーナーまでかなり距離があるから内枠、外枠関係なく先行できる馬はできるし、できない馬はできない。まあ、ポジションという意味では内枠が有利ではあるけどね。また先行争いはスタートからほどほどにしておかないと3コーナー手前から京都の坂越えがあるからここで抑えないと疲れて直線どころじゃなくなってしまう。京都の坂は抑えて上り、抑えて下れってわけね。ただしその言葉は現代競馬では場面によっては否定されていて、京都の坂越えで上って、下った後は直線は平坦。前が残りやすいし、馬場によっては芝が綺麗でスピードが出るし、減速しにくいから下り坂の打力に合わせてセーフティリードを取って粘り切る戦略もあるし、今年の年初の開催の京都の芝がなぜか重くて、座しや追い込みが重い馬場が得意な馬以外効かない馬場だと下り坂から仕掛けて、粘り切っちゃうこともできたしね。出資アイバプリュムドールが一番人気で負けた万葉ステークスは下り坂から仕掛けた名勝ブレゲが勝ったからね。プリュムドールが名勝ブレゲより強いとは言わないけど、馬場が綺麗だったら大外分回しでどこまで差が詰まったのかな。って思っちゃうからね。悲しい。悲しい。だから今回は以下に3コーナー手前の上り坂までに先行馬は先行争いに目処をつけて、下り坂を進路を確保しながらできるだけ内を加速して進んで平坦の直線で粘り切れるかという勝ちパターンをできるかになると思う。そして切れる足がないソウルラッシュ。藤岡雄介が乗ってた頃は我慢ができていて後方待機ができてたけど、徐々に引っかかるように、行きたがるようになったセリフォスはどうしても前に行く命題を持っている。つまり、下り坂でスムーズに仕掛けていって粘り切る競馬が必要。
機種の腕が問われるわけね。また、そうやって見ると先行したり、逃げたい馬が結構いるのも厄介。1枠1番のプードジボンはセリフォスを折り合わせる男。折り合いだけは最強の黒騎士。藤岡雄介が乗ってくるから注意が必要。エトブプレやセキトバイーストもそうだけど、藤岡雄介はハイペースで折り合える馬に乗せるといいからね。フェブラリーステークスのペプチドナイルもそうだし、ブラックナイト藤岡は馬上で消えることができるからね。一方で馬群を裁くとか、どう進路取りしていいかとか、そういう技術やアイディアは求めちゃいけないからね。は？またディアストニッシドやセッション、エイアンなどペースが緩んだらガンガン飛ばすし、そもそも譲らねえよっていうメンバーが控えているわけで、確かに。このメンツは開幕週のこの馬場を狙ってきて、内枠ガチャにかけたようなメンバーだしね。そう考えると、前に行かないとどうしようもないソウルラッシュ、セリフォスが鉄板じゃない感じがするのよね。おお、そして、ソウルラッシュはモレイラだったらこういうペースや前で凝縮する馬群をさばいてうまく加速していける騎乗ができそうなんだけど、松山康平がこの騎乗ができるかどうか、個人的には去年のウィングレイテストに僅差で勝った京成杯オータムハンデくらいの騎乗が精一杯じゃないかなと思うんだよね。松山は決め打ちした時は内からぶち抜く騎乗ができるんだけど、基本はマスオさんだし、中央競馬に何人マスオさんいるんだよ。またこの馬は G1 狙える馬にしては上がりというか末足の最高速度は劣るけど、重い馬場でも末足が減衰されないから、京都の開幕週の馬場では切れ負けするんじゃないかと思うんだよね。だから安田記念だと馬場がいいから掲示板にも乗れないけど、反面京都の秋のマイルチャンピオンシップだと好成績を上げているのよね。まあ、重賞だと馬場がいい時期でも連帯しているのがこの馬の能力の高さなんだけど、ただ、松山が鞍上でこの舞台だと、危ないかも、って考えるわけね。7枠14番だし、切れる足を使えないソウルラッシュにとってはそのまま外から行くと切れ負けすると。そうね。そのうちに行く技量が松山康平にはないと考えての判断ね。またセリフォスも行かないと馬が折り合えなくなってきてるし、川田優雅では折り合えないと思うわね。それにこの馬は2枠3番の高枠だけど、この馬には引っかかる枠のように見えるからね。まあ、それでも、間違いなくこの2頭は絶対能力が違うから3着以内に理不尽に来ることがあるから注意が必要だけどね。おお。じゃあ、競馬ゆっくりの本命はどうなの？本命は買い目を減らして夢を見たいという意味でヤロロノアに行こうと思うわね。さあかなり穴に行くわね。あくまでセリフォスとソウルラッシュには人気を吸う出しになってもらっての大荒れを目指す方針だからね。賢い競馬兄貴や姉貴はうまく絡めて買ってくれればと思うけど、エアロロノアって長期休み明けだけど、去勢明け。この年齢で去勢効果っていうのは気象というよりは筋肉をホルモンバランスを変えることによって若く保つことを目的としているものだと考えられるし、休養明けに目をつぶってためさえすれば2022年の安田記念の上がりの 32.6 秒と末足の破壊力は抜群。過去の戦績を見ても上位勢には劣るけどそこまでのタイム差はなく、展開次第では逆転可能と判断、特に開幕週の馬場を求めてきた暴走族がペースや展開を厳しくするはず。それを尻目に3枠5番の内枠から内にこだわって道中死んだふりして、4コーナーの下り坂でちょっとだけ出していって、直線は内から末足を爆発させれば、かなり夢は見れるんじゃないかしらね。京都は内回りも外回りも下り坂でスピードアップするから外回したり、コーナーが得意じゃない馬は外に膨らむし、内を走れば全然開くからな。秀明、三幸秀明、おう、対抗は1枠1番のプードジボンね。この馬は枠がいいから一番いいところを通れるし、ブラックナイト藤岡、藤岡雄介の折り合いの技術で直線までの余力を残せると判断しての対抗ね。今回は先行争いで川田優雅と藤岡雄介の折り合いの勝負が見られるから要チェックね。おお、買い目はどうなのかしら？競馬ゆっくり安心コースはソウルラッシュ、セリフォス、エアロロノア、プードジボンの4頭ワイドボックス。計6点ね。安心も何もないじゃん。
お前の予想。競馬ゆっくりチャレンジブラックナイトコースはタンククオエアロロノア、プードジボンでワイドーこの2頭で計5点でバチコリよ。おお。フローラステークスはどうなのかしら？まず共通認識としてクラシックに乗ろうとして乗れなかった馬と遅れてきてオークス最終切符を取りに来た馬に大別されるわけだけど、どうしてクラシックに乗れなかったのか、その戦績は、相手関係は、っていうのを見ると、クラシックに乗れなかった馬の能力はなんとなくわかるし、遅れてきた馬に関しては時計的な裏付けがないと難しい。正直、よくわかんないわね。は？だって、ほとんどの馬がクラシック路線に乗れずに挫折している馬で結局チューリップ賞もフラワーカップ。その対地賞クラスもほとんどがスローペースで馬の本当の能力が見えてこないわけよ。おそらくスローペースになるだろうし。そうなると東京競馬場だけど持久力勝負になるというね。開幕週だからうちの先行馬は残るだろうし、そういう意味ではゆるゆるだとはいえ、きっちり先行争いの経験を積んでいる3枠4番のエルフストラックはそこそこやれそうだし、3着以内には入りそうな馬ね。対抗には機種がコロコロ変わっているのは気になるけど、アドマイアベル。スローばかりなのが気になるけど、一応新馬でも一勝クラスでも上がり33秒後半の末足を使っているのは安心材料。直線の長いコースをゆったりしたローテで使っているのも調教師の意図を感じるし。これが上木。加藤幸宏ってのが怖いんだけどね。奥さんこと奥村豊調教師もそうだけど。強気にストゼロ決めた調教師の判断はマイナスの意味で危険なんだよな。それなぁ、ターン穴は大外枠は怖いけど一勝クラスを連勝で突破したクリスマスパレードね。能力が高ければここでは突き抜けるけど。どうもレースがスローの先行抜け出しで評価しづらいんだよねー。おお。つまり、このレースはやらない方がいいと。そうね。やるにしても買い目を抑えてマイラーズカップにバチコーンといった方がいいわね。買い目はどうなの？エルフストラック、アドマイアベル、クリスマスパレードのワイドボックスと3連複で計4点勝負ね。おお。ってことで、マイラーズカップとフローラステークスの予想を終わっていくけど、今回はフローラステークスは自信ないけど、マイラーズカップ破天荒がハマればバチコリという自信あるわよ。は？松山がモレイラみたいに乗れないし、川田はセリフォスに合ってない。結構沈む確率あると思うし、しかし、モレイラ、騎乗が今週ないのよね。モレイラは去年のダイヤモンドステークスのスタッドリーの逆噴射騎乗の罪の意識に駆られてスタッドリーに会いに行ってんじゃないの？絶対それはないよ。それなぁ、しかし気になるわねー。この短期免許で丸々乗らないのは、以上になります。高評価ボタン、チャンネル登録お願いします。それでは。